静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院工学領域数理システム工学系列の石原進先生をご紹介します。研究分野は工学、電気電子工学、通信ネットワーク工学としており、現在の研究テーマは射射管アドホックネットワークと移動センサネットワークです。皆さんこんにちは。工学部数理システム工学科の石原進です。私が行っている射射管無線ネットワークを用いた運転者支援と交通安全支援に関する研究について紹介します。射射管無線ネットワークとは、その名の通り車と車による無線通信ネットワークです。基本的にはオフィスで使う無線 LAN と同様の技術を用いた通信方式が日本、アメリカ、ヨーロッパで標準化されています。このような射射管無線ネットワークとロ射管の無線通信を合わせて、運転者支援と安全運転支援に使うべく、開発が進められてきました。そして2015年の秋、日本で世界で初めてのロ射管、射射管通信機能を搭載した車両が一般発売され始めました。これらの車ではロ射管通信による右折時の注意喚起、それから射射管通信機能を使った通信利用型レーダークルーズコントロール、そして緊急車両、消防車とか救急車ですね、これらの存在通知が可能となっています。私の研究室では射射管通信を用いた運転者支援、安全運転支援を目指したプロジェクトをいくつか行っていますが、ここではそのうちの一つ、リアルタイム画像カーナビプロジェクトを紹介します。リアルタイム画像カーナビとは、ドライバーが気になる場所の今の様子を伝える仕組みです。例えば渋滞に捕まった時、ドライバーは渋滞しているけどこの先の道はどうなっているんだろうと考えるでしょう。でそんな時にこのシステムが役に立ちます。ドライバーは自分の関心のある場所、関心領域をタッチスクリーンや音声入力によってシステムに伝えます。すると射射管通信によって関心領域を走行している車に向けて要求メッセージが伝わります。で要求メッセージを受け取った自動車は写真を撮影したり、あるいはあらかじめ保存済みの写真を利用して応答メッセージを作ります。でその応答メッセージを射射管通信を用いて要求した車に送り返すと、こういう仕組みです。こうすることでドライバーは自分が今見たい場所の情報を得ることができるわけです。でこのリアルタイム画像カーナビを実現するとなると、いろいろな課題があります。一つは特定の場所に向けたメッセージの送信です。射射管の無線通信を介して効率的に宛先の場所にメッセージを届ける技術の開発が必要です。二つ目に、車両の密度によらないメッセージの配信です。射射管通信に用いる無線通信は、その通信距離が数百メートル程度です。したがって車両間の距離が長いと、車から車にメッセージを送ろうと思っても直接伝わらないという、そういう事態が起きます。すると、要求を送っても結果が得られないということになってしまうので、この対策は必要なわけです。一方で車両の密度が高くなっていたとしても、それは問題でして、無線通信では同じ無線通信チャンネルを複数の車で共有しますので、たくさんの車が多く同時にメッセージを送ろうとすると、通信路が混み合ってしまって送りたいメッセージが送れないという、そういう事態が起きてしまいます。そのためこれらの対策も必要となります。最後にユーザーインターフェースです。どのような画像を車が撮るのか、それから車が送ってくれた画像をどのようにしてドライバーに掲示するのか、その工夫が必要です。ここでは私たちが開発した車両密度が低い時に対応したメッセージの配信技術を紹介したいと思います。この技術の一つ目の工夫は、データの複製を複数の車両に配布することです。これによってデータを作成した車両が、その場所にいなくなったとしてもですね、データの要求をそこに届けることが可能となります。次に、データに割り付けられた位置での複製の配布し直し、これも重要な技術になっています。データの複製を、配布したとしてもですね、その複製を受け取った車がその場所から動いてしまうとですね、結局はデータがその場所にない状態になりまして、その場所に向けて要求が送られても誰も受け取ることができない状態になってしまいます。そこでそのデータに関連付けられた場所でデータの複製をまた他の車に送り直してあげるとします。すると車がその場所からいなくなってしまってもですね、あたかも自爆霊のようにデータがその場所に居続けることができる。結果として要求をその場所にいる車が誰か受け取ることができるということになります。
そして最後の工夫はですね、データの送信場所です。私たちのシステムではデータの送信を交差点で行うようにしています。交差点はですね、信号待ちの車などで一時的に車両の密度が高い状態が発生します。そのため一度のデータの送信で多くの車両にデータを配信することができます。これによってデータの送信回数を減らして、データの通信路の混雑を防ぐことができるという具合です。はい、さて我々が行っているデータの配信システム、その一例を紹介したいと思います。車社間通信の評価はですね、実際に何百台何千台の車を用いて、街中車を走らせて実験することは非常に難しいので、シミュレーションを使って行うことが普通です。我々は交通流のシミュレーター、それから無線通信のシミュレーターを使ってこのような評価をしています。こちらの例はですね、1、2、3の場所を通過した車がバッテンに示された場所のデータを要求している様子です。この例ではですね、バッテンの位置から赤い四角で示されたデータが1番、2番、3番の領域に向けて運ばれている様子がご覧いただけると思います。はい、以上のように私たちの研究室では車社間通信を用いた運転者支援、安全運転支援に関する研究を進めています。車社間通信技術は最近急速に実用化に向かっている自動運転技術とともに、今後さらに重要性を増すと思っています。社会に役立つ実用的な技術の開発に向けて、学生たちと今後も真摯に研究に取り組んでいきたいと思っています。ありがとうございました。